回のね、続きをやっていこうかなと。前回ね、このね、カジノを作ったんですよね。カジノ結構人気があってですね、結構来るんだよね。追い越しできないかな。止まるんだね。多分同じ方向に行くやつなんだよ。あっちは駆け引き停車だね。駆け引き停車発車すんの。なんでそんなに速いんだろうな。特急電車とか車両が。どっちが先発車するんだろう。なんでそういうことになるのかね。なんでそうなるのかね。なんで各駅停車をそんなに早く走らせたいんだろうね。いや、意味わかんねえよ、本当に。意味わかんねえよ、本当によ。
抜けるかな。ちょっと意味わかんねえよな。ちょっと。駅停車がなんでこんなに早く来るのかね、ちょっと分かんないな。眠いな。どうしようかな、どんどん立てていこうか。
ルフ練習場、このラインに、公園だね。幻想的な公園、赤いところに建てた。ああ、ちょっとここがね、ここら辺だったらいいかな。いやー、眠いんですよね、今。もう眠くって眠くって、仕
方がないんで、今回はちょっと中途半端な感じだけど、ここまでにしようかね。今回はね、このホテルを建てたっていうことで。あと、それくらいしかやってないね。じゃあ皆さん、さよなら。